海に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト in 大分県。今回は将軍家にも献上された高級魚シロスタカレイについてご紹介します。大分県日出町、日出城市の下に広がる別府湾。海底から真水が湧き出るこの海域で獲れるマコガレイは臭みがなく肉厚で、古くから白下カレイと呼ばれ、その美味しさは全国で知られています。そんな白下カレイは5月から7月頃が旬。例年5月には白下カレイに親しめるイベントとして白下カレイ賞味会が開催されています。期間中、町内の対象店舗では白下カレイがリーズナブルに提供されます。日出町を代表する魚というか、やっぱり本当に美味しい魚だと思うんで、カレイが出だすと春が来たなとか、そんな感じですね。昔あの肘の殿様が食べてたようなお魚ですね。そういったその白下カレイの料理とともにですね、その資源をしっかり守っていくのが私たちの仕事だと思っております。そう話すのは肘町農林水産課の小川さん。肘町にあるマコガレイ中間育成施設でマコガレイの稚魚の育成を担当。たくさんの稚魚を放流するために日々研究しています。結構病気が出たりしますので、事前にそういうのを把握しながらその時の対処をしていくということで、やはり日々の観察が大切だなと思います。近年、海水温の上昇や藻場の減少などにより白下カレイの漁獲量は大幅に少なくなっています。小川さんは稚魚の育成に加えて藻場を増やすための取り組みも行っています。高級な白下カレイがでもたくさん取れることは地域にとっても大変いいことだと思いますので、たくさんカレイが取れてたくさんの方に味わっていただけるようになればなというふうに思っています。この時期は日出町に来れば、うちだけでなく何軒かで白下カレイも出してますんで、ぜひ食べにいただけると嬉しいです。海と日本、海と日本プロジェクト in 大分県、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。